とりあえずちょっとランニングを覚えないと命の危険が迫ってるとか、そういう人向けの動画ですので。こんにちは、ひみです。はい、流星の影響でランニングマンを覚える人がね、いっぱいいるっていうことで、今日ランニングマンと一言で言ってもいろんなランニングマンがあるんですよ。けれどもそんなことはさておき、とりあえずちょっと宴会、文化祭、体育祭、なんかいろんなことでちょっとランニングマンを覚えなきゃいけないんだよね。で、できる限り早く覚えたいんだよねっていう人向けのとりあえずランニングマン講座です。どうぞ。はい、一口にランニングマンといっても実はですね、いろんなバージョンがあります。ちょっとこう斜めにしてみたり、すごい動いてみたりとか、まあいわゆるあれですよ、流星のイメージが強すぎて上半身固定させてこうするのが、ね、一番のランニングマンやと思われてるかもしれないですけど、まあ、実はいろんなランニングマンがあるんだよっていうのは、まあ、知っておいてください。はい、でこの動画ではとりあえずランニングマンできればいいですと。とりあえずちょっとランニングマンを覚えないと命の危険が迫ってるとか、そういう人向けの動画ですので、まあ、お手軽なランニングマンの覚え方としてちょっと見てください。はい、まずですね、これはですね、M ステで、言ってたんですけれども、ジェイソルブラザーズ本人がね、M ステで言ってたんで、皆さんですね、こうなってる。膝蹴りになってる。これ M 字ランニングマンです。足を引いてこう、弾いてる。これ M 字ランニングマンです。はい。じゃあ、OK ランニングマン、OK テイクランニングマンどうなってるかっていうと、OK テイクは、ダッと膝をバシッと蹴るんじゃなくて、踏み潰すんです。これ NG です。膝蹴りは NG ですけど、踏み潰すのはあり。踏み潰す、はい、ポイントは1個だけ。踏み潰すっていうことです。で、踏み潰す言うても、じゃあ今足がね、滑ったり走ったりわけが分かんないよっていう人がいると思うので、一個一個解説していきます。まず気をつけの姿勢で右足を上げてみましょう。はい、してこの右足上げたのを下ろしてください。踏んでください。で、踏んだら次左足を後ろにずっと滑らせてください。はい、この時ですね、あんまりこう足が曲がった状態でずっと、これは NG です。なるべくでいいです。なるべく足が伸びたままアキレス腱を伸ばすイメージでスッと引いてください。で、今度この引いた足を上げます。そして踏み潰します。今度は右足をスッと引いてください。そして上げる、下ろす、うい、上げる、下ろす、うい、上げる、下ろす、うい。これの繰り返しをまずしてください。で、今のがまあ基本の動きになるんですよ。これをですね、どん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 練習していくと、上げて下ろす、そして地面につくと同時に足を引く、左足を引く、そして今度左足を上げて引く、右足引く、左引く、同時に踏み潰すと同時に引く。簡単です。もう指を刺して上半身固定で、まあ、ちょっと前のめりですね、ちょっと前のめりになった状態で固定してください。で、この状態でさっきの動きをやればどうですか。とりあえずって感じでしょ。とりあえずって感じじゃないです。はい、パーフェクトランニングマンではないです。これはとりあえずランニングマンと覚えてください。はい、ということで、まあ、今取り急ぎですね、取り急ぎランニングマンしたい人向けの今説明だったんで、もうちょっとちゃんとしたランニングマンやりたいよっていう人はちょっとまたアップし直すので、とりあえずランニングマン、取り急ぎランニングマン講座は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。はい、この動画ではですね、ダンスをテーマにした動画、あるいは全然関係ない動画とかいろいろアップしていく予定ですので、もしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、あとはですね、こんな動画を撮ってほしいとか、あと、まあ、単純に動画の感想などありましたら、ツイッターまでお知らせください。そして少しでも、お、なかなかこの動画、このチャンネル、いいんじゃないって思った人はですね、シェアしてください。小鳥さんのあれでシェアしてください。はい、以上になります。本当に今日ご視聴ありがとうございました。